で行かれますか？それでは出発いたします。ミツカ、遅えよ。いつまでほったらかしにする気だよ、これ。すみません、兄貴。こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだ、お前？近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか？さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって？兄貴、じゃあもしかして今？おう、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか？もう荒川のおやさんも中にいるんだろ。いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ？だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって、俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。とにかく一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってるもんがいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。中にですか？冗談言わないでくださいよ。メズ、俺はおやさんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ、兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ？いや、だからまだ教えねえつもりか？そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。あ、兄貴。でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。おやさんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか？いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか？よし、おやさんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ。行くのは俺一人でいい。大丈夫だな。あみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われるとなんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。岡持ちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。おれおれ、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか？わからん。おい、誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せえや。おい、酒井はまだかいな。酒井が来とらんちゃうか？
親さんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。開けてみるか。やったぜ。強そうやな。相手にならないんじゃない？私の番ね。あんなに早いんだ。あったな。今のはなんとかなったが、もっと騒ぎになったらおしまいだぜ。もう見つからないようにしてくれよ。わかってるって。次は気をつけるよ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。おう、なんやお前ら。
え？ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか？代行？荒川のおやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや？いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや？どこの組のなんちゅうやつや？いや、誰だっけな。怪しい。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は？俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え。仕方ねえだろ。ふん、なんやめでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か、中東や。おもろいやんけ。うちのレスパルは勝てると思ってんのか。よし、やってみんか。さあ、こめ、俺の番に行かんやろ。行かずしよ。おい、隠すんだ。よし、これでいい。行こうぜ。どこか？おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいいね。助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。ふん、なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よ、眼帯のノリの良さげなあんた、なんや。昔登場界に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん、まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみいや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。
法抜かせ兄弟。何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、真島五郎かき。ほんま楽しみや。よし、とっておき。押してみよ。俺の番だな。とっておきだ。おりゃ。俺の番ね。とっておき。だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな、二人で何してくるかわからねえ。やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。よし、とっておき。みんな、なめるなよ。なめないでくれ。いねえよ、ハドども。Yeah!
か。ええ感じやで。やめるなよ。やってみろ。やってやるぞ。見てなさい。ああ来いよ。買うわ。やめるな。俺の番だな。やんのか。ド派手にぶちかませ。しましてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん。イジ、こちらは東条会六代目堂島会長だ。東条会の
六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした、二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ、俺はもう一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も西島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカブロ町産経作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カブロ町の産経作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ、六代目。おい、イジ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え、俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町産経作戦で東条会を潰すための内部情報を
荒川組によこすように言ってきた。もし断れば母体法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなこと。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。マサトの要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。マサトに従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城はマサトを俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だからマサトから頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺がマサトの頼みを断ったとして、マサトはおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東上界の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長はマサトとは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もジジイ殺しやな。そのジジイの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東上界の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東上界の大門が奴隷の証？言い過ぎだか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですかあんたらは。まさか渡瀬っての襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東上界を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東上界が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。ミスがそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど。昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。ったくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ俺。他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。とにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。
おやすさんも登場会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやすさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやすさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。なんでそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、